やはり前元が動きを見せています。神々が宿る厳島に見守られ熱戦を展開してきました G1 宮島チャンピオンカップ開設59周年記念もいよいよ最後の戦い、優勝戦の時を迎えています。さあ、内から146と並んでいます。1号艇は篠崎仁、今の勢いはすごいの一言、白いカポックまで引き寄せました。ここはインにどっかりと構えています。そして本番2コースが4号艇谷村和也です。久々に巡ってきたチャンス、この一瞬に全てをかけます。3コースが6号艇前本康和、いつもクールですがきっと胸の内は闘志がメラメラと燃えてるはず。3艇引きました。さあ、ここは絶好の角。4コースは2号艇古賀茂樹、伸びは抜群、怖い存在です。5コースは3号艇西山隆弘、闘志高愛称と根節の突き、ここは侮れません。6コースが5号艇天野昭雄、2年ぶりの V が G1 なら嬉しさ100倍でしょう。大きく2つに分かれました。3対3、角は2号艇古賀、一方インは1号艇人気の篠崎です。第12レース優勝戦、進入はインコースから1番4番6番、2番3番5番です。スタートしました。好スタートは1号艇の篠崎仁ですが、ちょっと際どいか。先前する1号艇にまくり出しのハンドルは6号艇、4号艇は失速、握っていったのは2番と3番でバック側に入っています。1番フライング欠場。なんということでしょう。人気を集めていました1番の篠崎仁、フライング変換欠場となってしまいました。一周の2マーク先取りする2号艇の子が、その後ろから6号艇の前本が旋回してホーム外に帰っていまして、2番と6番が突破争いです。アウトコース2号艇伸びる古賀がわずかに優勢で、これから2周の1マーク6番が突っ張ります。さあ、ここは6号艇が2号艇を牽制して一気に抜け出しました。先頭は6号艇逆転前本康和、2停身3停止に置かれて2番手は2号艇古賀、3番手は3号艇の西山隆弘、上位の体型は6番2番3番、2周の2マークトップで折り返す6号艇前本、2番手追走2号艇の古賀、3番手は3号艇西山隆弘、上位の体勢6番2番3番ですが、2号艇の古賀が追いついてきました。さあ、ここは逃げれるか。6号艇地元の前本、3周の1マーク2号艇がやってきますが、ここは6号艇が抑え込む。しかし2号艇も来ていまして、2番と6番並んでいます。トップ争いは接戦。2号艇の古賀か、6号艇の前本か、2番と6番完全に並んで、これからラストターンマーク。6番と2番接戦ですが、6号艇が除いてラストターンマークです。トップで折り返す6号艇の前本、上位の体勢は6番2番3番で、間もなくゴール。第12レース先頭6番前本、今優勝のゴールイン。2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、ラストで4番ゴールイン。なお1号艇篠崎仁はフライング変換欠場となっております。確定。1着6番2着2番3着3番